おかしいわ。そろそろキャロルが到着する時間のはずなのに。まさか、あの子も何かトラブルに巻き込まれたんじゃないでしょうね。ええ、それはわかってるわ。キャロルの単独での作戦能力は一流だからね。でも家出のこともあったから、少し心配で。来たわ。キャロル？聞こえる？キャロル？応答がないわね。そうよね。信号を追って、あの子を迎えに行きましょう。その実験また失敗したんやけど、空から落ちてもうた。あれ、通信機はどこ行ったん？あれ、うちの荷物は？へっ、あ、チュン枕4号はある。ラッキー。うん、とりあえず他の装備も探さへん。こんな敵、パンチ一発で倒す。なんやこれ、こんな。ああ、思い出した。テスラ博士が持っていけって言っとったやつや。こいもうムカつくムカつくムカつく。
ル、無事なのね。隊長、うちは大丈夫。ただ着陸の時通信機を落としてもうて、今やっと見つけたところで。先輩は？隊長と一緒？さっきちょっといろいろあってね、今は敵の監視をしてもらっているんだけど、少し話す？え、いやいや、ちょっと聞いてみただけや。そう、指示を出すからそのまま移動して、合流地点で待ってるから。了解や。おおきに、隊長。いつもお疲れ様です。今さら機嫌を取っても無駄よ。今夜は反省会をするから覚悟しておきなさい。ここの風景はええよな。カメラ持ってくるんやった。うん、風が強い。髪が乱れるよ。どこ行くん先輩。隊長、キャロル、ただいま到着しました。怪我はないわね。あらへんよ、絶好調や。キャロルと合流したわ。そっちはどう？あの怪物を監視していますが、前回の広場から動く気配はないです。わかった、今からそっちに行くわ。キャロル、来てすぐ戦闘になるけど大丈夫よね？問題なし、シングや。ウォーミングアップはもう完了してるで。前回戦った時は逃がしてしまったけど、今回は逃がさないわ。行きましょう。先輩、お菓子持ってきたんやけど一緒にどう？Thank you.